全国の特命さんこんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。さあ今日なんですけど、昨日も今日もリスニーさんからなかなかやばいリクエストをいただいておりまして、これは僕も過去に取り上げたものだったので、取り上げるしか俺が先の道はないと思って動画にしました。一旦その内容ですね。タックさんこんばんは。こんばんは。海外のニュースでジェフリー・エプスタインの関係者リストが近日中に公開されるという報道を見たのですが、これってそもそもどんな事件だったんですか？情報が多すぎて分かりにくいので、桜を見る会のリストとどっちがやばいのかをまとめていただけると助かります。あと他にもこういったやばい文章リストなどありましたら教えてくださいということなんですけど、センシティブにセンシティブを重ねるな。こちらリクエストありがとうございます。まず前置きで言っておくんですけど、このエプスタイン事件に関してはガチで動画消される可能性があるんですよ。だから今日僕からはですね、大手のメディアから公式に発表された情報だけをお伝えさせていただければと思います。結構やばい事件ですこれ。じゃあ早速なんですけど、 DM にもあった今世間をざわつかせてるニュースっていうのが、日本時間で今年の1月4日性的人身売買の罪で起訴されて公判前に拘置所で自殺したとされてるアメリカの実業家ジェフリー・エプスタイン氏をめぐる訴訟で、これまで裁判記録とかエプスタイン氏の顧客リスト、まあ、通称エプスタインリストっていうのがあったんですけど、これまでの法的文書の全貌っていうのが公開されたんですよ。全ては公開されてないんですけど、ちょっと後で詳細も話していくんですけど、端的に言うとこのジェフリー・エプスタインという実業家が長年世界中の要人とか資産家セレブを相手に児童売春の斡旋をしていたと。でその全貌が今回大々的に公表されたっていうものなんですけど、都市伝説界隈でも長年の間ですね、この事件児童売春がディープステートの収入源になっていたんじゃないかみたいな、そういった派生された陰謀論まであったんですけど、今回まさにこの事件に関してはやっぱそうだったんじゃないかと、まあ、かなりのビッグニュースになってるんですよね。じゃあリクエストにもあったようにですね、今回の報道までのざっくりとした流れっていうのを一旦紹介すると、始まりは遡ること2005年、エプスタイン氏が10代の女子中高生らを自宅に入れてマッサージと称して1回$200から300ドル、当時日本円で言うと2万から3万円ぐらいですね、そのぐらいのお金で性的な行為を呼んでいたと。さらには知り合いも斡旋していたということが被害者の少女らを通じて発覚したんですね。実際に2008年、エプスタインは少女の売春勧誘斡旋等で有罪判決を受けたんですけど、この時被害を受けた少女は100人を超えていたんですよ。ただその時下された判決っていうのが禁錮たったの13ヶ月です。しかもほぼほぼ自由な空間でした。この判決もなかなかなんですけど、ただここから有罪判決から10年ぐらい経った2018年ですね、この間にエプスタイン氏に対して被害者少女らによる民事訴訟が20件起きていたんですよ。ってことはやはり10年前の判決はおかしいんじゃないかっていうね、それで世界中で報道されたんですよね。この報道をきっかけに再びエプスタインに逮捕されて起訴されることになるんですけど、交流から1ヶ月後の2019年の8月、ニューヨークの拘置所内で亡くなってるところが見つかってるんですよ。死因はこの時自殺だと断定されてます。この死亡に関してもディープステートに消されたんじゃないかとか、仮に本当に自殺だったとしても裁判が始まる前に自ら死を選んでるわけなんで、この後何を想像して自殺したのかとか、その事件のヤバさっていうのを物語ってるんですよね。これは口封じだっていうふうにずっと言われてきたものなんですけど、でこのエプスタイン氏の彼の元恋人で売春斡旋の手伝いをしていたことが分かってるのがギレイヌ・マックスウェルっていう方なんですけど、この方に対する訴訟を担当していた女性判事がいるんですよ。その人が去年の12月、これまでの法的文書を全部公開しろと裁判所に命令を出したんですよね。もう相手が相手なんで、この判断自体めちゃくちゃ大胆なんですけど、ただ今年の1月4日とうとう全貌は分かってないんですけど、現段階では1000ページぐらいに近い膨大な文書が公開されたんですよ。ただ長い、これ読めない、英語あのクソーということで、今回アメリカ人に頼ったんですけど、この文書とかこれまでの発表で分かったことはですね、まずさっきもお伝えしたようにエプスタインはアメリカの数カ所に点在する自宅とか、通称エプスタイン島と呼ばれていたカリブ海に浮かんでいた小さな島に顧客を招いて、そこで未成年の人身売買ですね、まあ、いわゆる売春斡旋乱行パーティーを行っていたと。このエプスタイン氏が持っていた関係者リストっていうのが170人以上の名前が載ってると。しかもその載ってる中の名前っていうのが大物も大物 で、現時点で名前が上がってるのが長期間未成年との性的行為っていうのが噂されていたアメリカのクリントン元大統領、あとイギリスのアンドリュー王子とかですね。ただ実際この関係者っていうことなんで、実際にそれをしてたかっていうのは分かってないんです。ただ名前が載ってたよっていう話ですから、ネットを検索すると他にも有名な名前の方たくさん出てて、ちょっと気になる方は調べてみてください。ちょっと僕からは言いません。今回公開された文章っていうのが今まさに分析とか公開が進んでるところで、なんか結構小出しなんですよね、1日ごとに。ガーシーと同じですね。なのでここから徐々にですね、まあ、全貌が明らかになっていくと思うんですけど、まあ、陰謀論っていうのがまさに現実になろうとしてるっていうのがちょっと衝撃ですよね。で日本国内ではやっぱ全然報道されてないんですけど、海外のメディアなんかでは1月4日っていうのがディープステートにとって最悪の1日なんて言われてます。この件については現時点で今日はここまでしかないので、補足がある方ちょっと公開までに日数があるんで、そこで進展があった場合はですねコメント欄までお願いします。あと追加の情報っていうのもねこれから出てくると思うんで、まあ、進捗っていうのがあればまた追っていきたいと思います。ちょっとこの話を聞いてもしかしたらね、 あれと似てるなって感じた方いると思うんですけど、今回の騒動っていうのが日本史上トップクラスで闇が深いと言われているプチエンジェル事件、これにかなり似てますよね。これに関しては以前動画出してるんで概要だけさらっと言うんですけど、この事件っていうのが2003年の7月、東京赤坂のウィークリーマンションで当時小学6年生を含む4人の少女が誘拐監禁されたという事件で、その犯人が吉里という男の単独犯だとされてるんですけど、プチエンジェルという名前のデートクラブを経営していたんですよ。だからこの事件プチエンジェルという名前になったんですけど、でこの誘拐された少女らの捜索が始まって報道されたんですけど、結局この吉里という男はマンション内で練炭自殺をしていたんですよね。ただの誘拐事件かとされたんですけど、本当にこの事件ヤバかったのが、この自殺
した吉里の所持品から顧客リストなるものが発見されたというもので、ここには政治家、医者、裁判官、弁護士らを含む2000人以上の名前があったと。まあエプスタイン島の事件もそうなんですけど、この時たまたま発覚しただけで、実際どうかわかんないですけど、裏では日常茶飯事で起きてんじゃないかなと思いますね。有名な芸能事務所とか芸能人の方とか今結構表沙汰になってますよね。さらにこの事件に関して不可解だったのが、この顧客リストについて報道はされたんですけど、その途端追っていたジャーナリストとか犯人の関係者とかが相次いで亡くなってると。でマスコミは急に事件の発生場所を赤坂から渋谷に変えたりとかね。その後すぐにピタッと報道がなくなったんですよ。まるで何かを隠そうとしたようなあまりにも不自然な動きが連続して起きてたんですね。だから正直このリストが公開されるまでは未解決と言ってもいいんじゃないかなと思いますね。ちょっと詳細気になる方は僕の過去動画見てください。じゃあちょっとリクエストに戻って、まあ、こういった過去に存在したヤバいリストっていうの実際いくつかあるんですよ。ちょっと紹介するんですけど、まず一つ目、プロタンさんのセフレリストですよね。すいません、ちょっと一回フラットにしとこうかなと思ってね、忘れないためっていうのはすごくかっこいい内容だったっていうのを置いておいて、まずパナマ文書ですね。はい、これも聞いたことある方多いと思うんですけど、これがパナマの法律事務所モサックファンサカというところが作成した租税回避行為に関する機密文書でして、この租税回避行為っていうのが富裕層とか政治家とかがいわゆるタックスヘイブンっていうね、パナマバハマみたいにすごい税率が低いところに自分の資産を取っておくことで本来払わないといけない税金から逃れる行為のことを指すんですけど、この法律事務所には1970年から作成された莫大な量の極秘情報があったんですよ。ただ2015年の8月、この文書が匿名の情報提供者からドイツの地方紙に漏洩して、その結果これまで租税回避を行った21万以上の団体、140人の政治家、12人の首相もしくは首相経験者の名前っていうのが明らかになったんですよね。特にこの時話題になったのがアイスランドのグンロイグソン首相、あとはパキスタンのナワズ首相ですね。このパナマ文書漏洩を受けて辞任しました。国のトップが税金を回避してたと、もう終わりよ。まあ、これは形を変えて今でも起きてんのかなと思いますけどね。じゃあちょっとリクエストの道あったんですけど、桜を見る会の招待リストですよね。桜を見る会って何が問題だったのかとか結構言われるんですけど、この桜を見る会っていうのは元々歴史的なもので、1952年ぐらいに始まった首相が代々主催するっていうイベントなんですよ。本来は皇族とか各国の大使とか国会議員を招いて各界の功績のあった方たちを慰労しましょうねっていうね、まあ、そういった趣旨で行われるものなんですけど、2019年頃から問題視され始めたポイントがいくつかあって、まあ、一つが会に招待されていた人なんですよ。本来は他の国への功績を称えるっていう趣旨なんですけど、まあ、実際にこの時の参加者っていうのが与党の政治家とか、特に当時の安倍元首相の後援者っていうのがかなり呼ばれてたと。まあ、それはただ仕方ないこともありますよね。だって皆さんが自分でパーティー開きましょうってなったら自分の仲いい人しか呼ばないのは当たり前じゃないですか。ただ何が問題だったのかというと、この桜を見る会っていうのは税金を使って開かれてるんですよ。なので要は言い方を変えたら、税金を使って自分の選挙運動してんじゃねえの、税金を私物化してんじゃないかっていうところが問題として挙げられたんですね。あと、まあ、前夜祭もあったんですけど、これがホテルニューオータニで開かれて参加費もあったんですけど5000円だったんですよ。激安、10回行こうかな。ただ、まあ、実際はそれをはるかに上回る額をホテル側に支払っていたんじゃないかと。要はこの差額を事務所側が払っていたって可能性が高くて、これ何かっていうと有権者にお金を寄付した、つまりこれは公職選挙法違反に当たるんじゃないかっていうことが問題されたんですね。まあ賄賂みたいな。実際に会の参加条件っていうのもかなり曖昧だったんですよね。誰がいたのかっていう肝心の招待者名簿なんですけど、あの政府側っていうのが破棄してますよと、バックアップとかないよとしたんですよ。高性能のシュレッダーねかけたみたいなのありましたけど、でこの時野党が資料を要求したんですよ。ただシュレッダーにかけたっていうのがその日だったってこともあって、結局この事件特捜部っていうのが動いたんですけど、嫌疑不十分で不起訴処分になってます。これ本当に何だったんでしょうね。ちょっと重たい内容続いたんで、引き抜きというか、逆に公開されるぞっつって大したことなかったもんというのがあるんですけど、それが僕が以前紹介した2021年にアメリカの国防省が UFO の報告書を出しますよみたいな言った話覚えてないですか。これ僕もめっちゃ煽ったんですけど、めっちゃ大したことなかったんですよね。この報告書、2004年から2021年までの間にアメリカのパイロットが説明のつかない物体に遭遇したっていう事例を144件実際に調査したってもので、発表直前までは間違いなく2000年代で最大のニュースとか言われてたんですけど、蓋開けたらマジで大したことなくて結局わかんねえみたいな話なんですけど、まあ一個は空気が抜けたただのでかい風船でしたねとか、あとは何らかの自然現象で説明がつく可能性が高いですよねみたいな感じだったんですよ。なかなかの拍子抜けですよね。個人的にはいや UFO 実際いましたってなるんかなと思ってたんですけど、これ聞いた時腰抜かすかと思いましたね。少しだけ顔長くなりましたもん。あとちょっと余談で、さっき情報漏洩に関する話出たんですけど、実は情報ってめっちゃ漏れてるよみたいな話で調べたらね、過去起きたものたくさんあるんでまとめてきたんですけど、2011年、ソニー株式会社およびソニーコンピューターエンターテイメント、ハッカー集団のサイバー攻撃で7700万件以上の顧客情報が漏洩してます。2013年、地方銀行4万人の個人情報が記載されてる資料を紛失してます。2014年、 Y モバイルの社員が業務用のパソコンをなくしました。1000人以上の顧客情報を漏洩しました。ベネッセコーポレーショングループ、企業派遣社員によって2000万人以上の顧客情報が漏洩しました。2017年、 NHK の社員が3300人分の顧客情報の記された資料をなくしました。 EC サイトの運営会社ジェネシス EC、 1万人以上のクレジットカード情報を漏洩してます。近年に関しても500万人分のマイナンバーとか年金情報が中国の企業に流出してたんじゃねえかとか、結構マイナンバーカード絡みの情報漏洩立て続けに発生してます。これほんのまだ一部なんで、情報漏洩って意外と身近なんだなと思いますね。悪
いやつの情報漏洩っていうのは棚ぼたですけど、僕ら一般市民の情報はマジ勘弁してほしいですよね。じゃあちょっとせっかくなんで、まだ分かってないもの、分かるとすげえんじゃないかって言われてるもの一つだけ紹介するんですけど、皆さんボイニッチ思考って知ってます？なんか聞いたことあると思うんですけど、これが1912年にイタリアで発見された15世紀ぐらいに書かれてるっていうね古文章なんですけど、これおもろいのが全く分かんない言葉で書かれてるんですよね。作者も分かってないんですよ。今までの言語学、暗号学、方位学、錬金術、歴史的観点からもいろんな研究されてるんですけど、未だに誰も解読してないんですよ。ただ全てのページに女性、植物、ホロコープとか書かれてるんで、何かしら意味はあるんじゃないかっていうのはあるんですけど、これいろんな説があるんですよ。ただ今現時点でたどり着いてるのが、俺作者が造語症だったんじゃないかって言われてるんですよ。つまり自分だけしか分かんない言葉で書いてたんじゃないかみたいな、それね僕もめっちゃあり得るなと思ってますね。だから作者もこんなことになると思ってなかった説あるんですよね。皆さんネットで調べたらたくさん画像出てくるんで、気になる方がいたら解読に挑戦してみてください。多分年明けます。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。本日はエプスタインから情報漏洩に関する事件についてお話させていただきました。ヘルドックスはパスワードをもらうとそれを覚えて丸めて飲み込むっていうのがあるんですよ。これが絶対に漏れないって言うんですけど、お腹壊しそうですね。ぜひ皆さんも情報漏洩気をつけてください。今日は以上です。皆さんのご意見感想コメントでお待ちしております。また次回の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。全国の特命さんこんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。さあ今日なんですけど、こんな DM です。タックさんこんにちは。こんばんは。最近理科の実験室の動画拝見しました。ありがとうございます。学校でのトピックは自分の過去を思い出せるのでとても好きです。そこでふと給食室で並んでる時に前の男の子に味噌汁ぶっかけられて大やけどした記憶を思い出しました。どんな男やねんこいつ。この給食は学校で作ってるところがほとんどだと思っており、事故も多いんじゃないでしょうか。特に印象的なのが食中毒の事故とかです。他にもタックさんの方で学校の給食室で起きた事故あれば紹介してください。動画化お願いしますということなんですけど、こちらリクエストありがとうございます。学校給食での食中毒ってね、稀にニュースになりますよね。ちなみに皆さん給食何が一番好きでした？最近なんか揚げパンが1位だみたいなのありましたけど、僕はパサパサナポリタン大好きでしたね。あれ食べたくなりますよね。じゃあ実際どれぐらい起きてるのかっていうね、文部科学省の調査を見たんですけど、令和3年では3件だったんですよ。あれって全然ないじゃんと思いがちなんですけど、そうですね、優勝者の数が1975人とめちゃくちゃ多いわけですよ。一度の調理で何百人揃って食中毒が起きてしまうということがあるんですね。刺激が超重めです。学校で何か起きると集団食中毒につながってしまうということで、こういった数字になるんですけど、今回調べてみたら給食関係の事故イコール食中毒ってわけでもなくて、給食室での事故結構あったんで、今日はですねこういった事故事件をピックアップして、後半では過去に児童の方が犠牲になってしまった事故、こちらも合わせて紹介していきます。じゃあ早速なんですけど、去年の8月広島市の保育園に勤務する調理員の女性がですね、給食室から油とか野菜のクズが下水道に流れるのを防ぐグリストラップってあるんですけど、これ飲食店で働いたことある方だったら知ってる方多いと思うんですけど、このグリストラップっていうところに頭から転落した状態で発見されるという事件ありました。別の職員がすぐに通報して病院に搬送されたんですけど、約2時間後に亡くなっています。この現場検証を行われて、グリストラップの清掃中に足を滑らせて誤って転落したということで、事件性はないと判断されて、広島市は再発防止のため危険を伴う作業は行わない、清掃は複数の職員で行うと、そういったことを全保育園に周知徹底させるという対応を取りました。このグリストラップね、僕も清掃したことあるんですけど、結構汚いので足とかねつかないように無理な体勢とかで行っちゃうことが多いんですよね。それが事故に繋がったんじゃないかと思われています。次もこちらも去年の11月なんですけど、兵庫県の小学校で給食室に県教育委員会の女性職員62歳が運転する乗用車が突っ込んだってもので、何しとんねんって感じなんですけど、別に給食に恨みがあったとかじゃなくて、駐車場に車を止めようとしたところを踏み間違えて突っ込んだんですね。たまにニュースになるんですけど、この時幸いにも給食室に人がいなかったんで怪我はなかったんですけど、運転していた女性が少し怪我をしたというものですね。これはたまたま突っ込んだ場所が給食室だったっていう話なんでちょっと違うんですけど、次がですね、2022年の11月、静岡県の小学校の給食室で調理中だった3人が一酸化炭素中毒で病院に運ばれたという事件ありました。この原因が調理鍋に繋がってる配管からのガス漏れだったんですよ。めっちゃ怖くないこれ。病院に運ばれた3名は軽傷で、児童職員には影響なかったんですけど、これもし何かに引火してたら最悪の事態でしたね。これはヒヤリとする事件でした。次に去年の9月ですね、新潟県の小学校で給食を食べた児童が腹痛を訴えて救急搬送されたというもので、原因がこの児童のアレルギー物質だった乳製品が給食に含まれていたというものなんですけど、これなんでこんなことになってしまったのかというと、思い込みと確認不足とかやつで、今回の学校では栄養教諭って方がですね、学校の献立とか生徒の食習慣アレルギーなんかを管理する人がいるんですけど、この献立を作ってる時に冷凍のクリームコーン、この冷凍クリームコーンには乳製品って使用されてないよねって思い込んで、配合成分表とか別に取り寄せずに発注したんですよ。その後届いた後にですね、原材料の確認していれば防げたんですけど、それも見落として、配合成分表受け取ってないんですけどリストの確認済みにチェック入れたんですね。児童が腹痛を訴えた時もアレルギーだっていう風にはすぐ気づけなくて、救急搬送も遅れて、ただ幸い命には別状なかったんですけど、 PTS
SD によって給食がもう食べられないと、そういった学校生活に支障が出てるということです。これで学校側がですね謝罪を出して再発防止に取り組んでるということがあったんですけど、近年こういろんな形でね給食関連での事故っていうのが起きてるんですけど、アレルギー問題なんですけど、これちょっと古いデータになるんですけど、日本スポーツ振興センター JSC さんってとこで調査では、2014年から2016年度での学校給食におけるアレルギー事故っていうのが年間で600件以上と結構起こってるんですよ。途中でアレルギーになったっていうのもねもちろんあると思うんですけど、実際この数なんで文部科学省はアレルギー症状の原因となる食物っていうのを完全除去するしかないんじゃないかっていうのを原則としていて、例えばある学校に卵アレルギーの生徒が1人いたとして、ただこの生徒は卵を2つまでならアレルギー症状が出ないんで大丈夫ですよと医師から診断されていたとしてもですよ、生徒全員に卵を含んだ給食を提供しないか、もしくは生徒全員に等しく提供するかのどっちかにしてねってことなんですけど、後者の場合はもちろんアレルギーを持つ生徒には提供せずに両親がお弁当を持たせたりとか、学校によってはねそれが抜かれた給食が出るとか、対応は様々なんですけど、っていうのもですね、いつ混入するかわからないという話で、学校給食っていうのは何百人分を1回で調理するんで、アレルギーが管理できたとしても、じゃあこの子がそのアレルギー物質をどれぐらいまで食べられるかとか、そういった細かいところの管理まではしきれないっていうのが現状で、逆にそういう細かいことをやってると人為的なミスが起きてしまったりとか、そういった理由があります。仮にこれ全部把握できてたとしても、食べた後すぐに運動すると発症するってことがあって、多分ね僕これあったんですよね。昔言ったんですけど、ちくわの磯辺揚げを食べてその後体育だったんですけど、走ってたら全身蕁麻疹が出て、ちくわも OK、 青のりもいけたんですけど、ちくわの磯辺揚げになるとねアレルギーになったんですよね。だから今もねできるだけ食べないようにしてるんですけど、ただこれしかも運動した時に植物依存性運動誘発アナフィラキシーっていう症状があって、これ重症化しやすいし防ぎようがないんで、これぐらいだったらいけるだろうみたいな、そういった中途半端な量が提供できないということなんですよ。もちろん例で出したね卵なんかの代表的なアレルギー物質ってのは学校側も目を光らして管理はしてるんですけど、醤油とか味噌とかの調味料、これに関してアレルギー持ってる人ってのは少ないんですけど、調味料ってのは基本になってくるんで、学校もねそこまで全てを把握するってのは難しいと思うんでね、各ご家庭で把握するしかないですよね。でちょっと話を戻して、給食関連の死亡事故をいくつか紹介するんですけど、国内で起きたものでいくと給食室爆発死傷事故ってもの、これが2015年の9月、青森県の黒石市の小学校の給食室で爆発が起きました。臨時調理員の女性が爆破の衝撃によって倒れてきた業務用冷蔵庫の下敷きになって亡くなって、他児童ら7人が重軽傷を負ったという事故なんですけど、この爆破の原因も給食室地下の水道管が実は破損してて、そっから漏れ出した水でガス管に穴が開いててガス漏れが起こってるっていうね結構変わった状況だったんですよ。この状況でまあ分かんないんで害虫駆除作業やってて、でその駆除方法っていうのが、火をつけたら煙が出るタイプの殺虫剤を床下に設置して害虫を一網打尽にしましょうよみたいなバルサン的なやつなんですけど、ガス漏れしてるなんて思いもしないんで殺虫剤に火をつけたら引火して爆発したんですね。結果これ裁判では市側が点検を怠っていたっていうことで、被害者遺族が市にですね合計9200万円ぐらいの損害賠償請求を求めたんですけど、7年越しの2022年に決着ついて、市が被害者遺族に謝罪、そして約5900万円を支払うという形で和解が成立してます。ただ日本の衛生環境って非常にいいですから、海外では結構食中毒の事件起きてて、2013年ですね、インド東部ビハール州の学校で給食を食べた児童50名が相次いで吐き気などを起こして、最終的に23名が亡くなったというもので、この給食を分析したら殺虫剤の成分入ってたんですよ。この後の調査で殺虫剤の出所が調理に使う油だったんですね。これに混入していた状態で調理をしていたってことが判明して、油から変な匂いするよっつって言ってたんですけど、ただ校長いや大丈夫でしょっつって調理にそのまま作ってくださいって指示してたんですよね。この後児童の死が明らかになったんですけど、校長逃げてどこ行ったか分かんないですよ。地元警察が校長の捜索開始して、8日後に出頭しようとしていたところを地元警察が確保して殺人容疑で逮捕されました。裁判では禁錮17年、加えて37万5000ルピーですね、まあ、日本円でいうと57万円の支払いを命じられています。日本でも最近女性教員がですね給食に漂白剤入れて逮捕されたって事件ありましたよね。これも一瞬に気づいて未遂で終わってるんですけど、いやこれする人怖いですよね。もしねこの時も気づかずに食べてたらと思うとゾッとしますよね。他にもこれインドの話なんですけど、インドのウッタルプラデーシュっていうところあるんですけど、小学校で3歳の女児が調理中の鍋に落ちて亡くなったという事故がありました。日本では、ね、まず考えられないですけど、インドの学校ってそもそも給食室みたいな密室で調理できる空間って少ないんですよ。なので基本外での調理ってのが多いんですけど、今回事故が起こった学校でも外での調理だったんですけど、その周りで遊んでいた女の子がそばにあった建築資材につまずいて、その勢いのまま煮えたぎって鍋の中に落ちたんですよね。ただこれ近くに調理員いたはずなんですけど、女の子が近くで鍋に落ちたら絶対気づくじゃないですか。ただこの調理員音楽聴きながら調理してたんですよ、イヤホンで。で気づかずに他の子たちが逃げたところ気づいたんですけど、なぜかこの調理員も逃げてるんですよ。逃げまくりじゃないですかこれ。でその後駆けつけた他の調理員と教師がですね、女の子を鍋から救い出して近くの病院連れてったんですけど、全身に 80% の火傷を負ってそのまま亡くなりました。結果は調理員6名が全員ですね実はイヤホンつけて作ってたよってことも判明して、6人の身柄が拘束されて不注意によるものだということで今訴えを起こしてるという途中なんですけど、鍋の転落事故って結構インドでは2019年にも起こってて、鍋が大きいってのあるんですかね。あのパーティーでシチュー作っていた家族がいたんですけど、そこで遊んでいた男の子が蓋を動かそうとしてそのまま落ちて亡くなってます。でそのわずか5日後ですかね、アンドラプラデシュ州ってところで学校なんですけど、6歳の男の子が昼休み開始した瞬間に食堂に
駆け込んだんですけど、直径 1.2 メーターの大きな鍋に転落して亡くなっています。なのでやっぱ給食室ってのは入っちゃいけないですよって言われてるんですけど、やっぱ火とか刃物とか使うんでね、危険なんですよね。なかなかね、日本で起きづらい事故だと思うんですけど、子供ってほんと目を離すと危ないよねっていう話ですよね。はい、ということで今日は給食関係で起こった事例紹介したんですけど、給食関係で皆さんありましたかね。僕ら一回小学生の時に給食室から火が出たっつってね、避難しましたね。避難訓練のね後ぐらいだったんで、結構みんなスムーズに逃げてましたけど、まあ大事には至らなかったですけどね。一回だけあれ経験したことありますね。めっちゃ怖かったわ。ただそんなとこないのがほとんどというか、給食調理の人っていうのはプロフェッショナルの方集まってますからね。ぜひ皆さん好きだった給食とか苦手だった給食あれば教えてください。今日は以上、最後までご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。事故物件に住んでる A さんが夜寝てたら、霊感がぐーっと強い強盗が入ってきたんですよね。そしたら強盗なんて言ったと思います？手を合わせて謝りながら、すみませんじゃすみませんけど、こんな家には住みません。全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。怖いですよね。さあ今日なんですけど、先日リスニーさんからこんな DM でした。タックさん、こんばんは。こんばんは。沢田マンションさんの動画すごく面白かったです。ありがとう。最近 SNS 等でよく中国のガバガバすぎる建築の様子が拡散されてるんですけど、そのせいで中国の建物は危なそうなイメージがあります。なぜそのようなずさんな施工が許されるんでしょうか？ぜひ調べてください。お願いします、ということなんですけど、ありがとうございます。これは簡単ですよ。大元がお金を下ろさないから、ちゃっちいニーズに応えるしかないんですよ。そう、これが本当のチャイニーズ。こちらリクエストありがとうございます。実はこれちょうど動画にしようと思ってたんですけど、どうしようもなかったです。今中国で移行大臣っていう政策があるんですけど、これがひどすぎると話題になってるんですよ。この移行大臣は何かというと、1984年以降に繰り返し行われてる政策の一つで、一言で言うと貧困や失業対策で雇用を生み出すための政策なんですけど、その新しく創出された雇用の大半を占めるのが建設現場のお仕事になるんですね。これが今年2月に新しく打ち出された移行大臣政策なんですけど、なかなか物議を醸してるんですよ。特に問題視されてるのが改正法の26条と28条、2つなんで徐々ですね。それが26条、移行大臣プロジェクトは競争入札で事業者を選ばなくてもよく、いかなる組織個人も入札を強要してはならないとなっています。っていうのも、通常国とか地方公共団体とかの工事の仕事って、オークションみたいに民間の業者がうちはこの金額で入れますよみたいな感じで金額を提示して、その中で選べる一番安かった業者に仕事を依頼するというケースがほとんどだそうでして、今回のこの改正法の内容にあった業者は入札しなくていいというところ、つまりですね、国がどこの業者にどの仕事を振るかみたいなところを勝手に決めれるということなんで、これによってさらなる汚職問題が懸念されてるんですよ。最安値のオークションというとちょっとおかしいか、引っ越し業者の見積もりみたいな感じなんですかね。ただ結果、国と何かしら繋がりを持ってる業者にばっかり美味しい仕事が入ってくるみたいな話ですね。で、もう一つが今日の話に繋がるんですけど、改正法の28条。人の手でできることはできるだけ機械は使用せず、民衆を労務者として組織し、できるだけ専門の施工チームは使わないという、なんかやばそうやね。つまり熟練の技術者とか機械は使わずにですね、地元農民とかを労働者として使いなさいねっていうことなんですけど、なんで？なのでこれを言われるがままに進めてしまうとですね、中国では今も問題になっている建物のおから工事というものが量産されるんではないかと、そういった懸念に繋がっています。このおから工事っていうのがまさに DM でもいただいた内容で、1998年に中国で初めて発見された、まるでおからのように強度が弱すぎる、いわゆる手抜き工事の建物のことを指します。おからがかわいそうですね。例えばですね、中国の建設現場で工事中の鉄筋を手でへし折る動画とか見たことないですか？この後いくつか事例を紹介するんですけど、このおから工事っていうのが今の中国ではものすごい問題になっています。例えば以前、中国のブルードグループっていう会社が10階建てのマンションをものすごいスピードで完成させる動画っていうのを YouTube にアップしたんですけど、この動画、工事開始からなんと21時間後には8階まで到着しました。およそ29時間後にはですね、マンション完成したんですよ。どういうこと？これがプレハブ工法っつって、あらかじめ工場で部材を作っておいて現場で組み立てるっていう方法なんですけど、にしても早いよ。耐久性もそんな高くないと言われています。だから旅行とか出かけたらお隣にビル建ってるってことあります？あとは2021年、 3D プリント公園っつって、公園のベンチとか全部ロボットによる 3D プリントで作った公園なんかも建てられたんですよ。これはすごいよね。これも完成までで10週間ぐらいしかかからなかったと言われています。あと最近でも Twitter でこの画像話題になりました。こういった建物が果たして安全なのかは一旦置いておいて、さっきも言ったようにですね、中国ではこれまでにもなかなかヤバい建物たくさんありました。これいくつか概要だけ紹介するんですけど、まず一つ目が中国新世市にある通称 SEG タワーと呼ばれている東京タワーよりも高い超高層ビルなんですけど、2021年の5月にですね、2日間にわたってこのビルが揺れ続けるという事件がありました。このおよそ2ヶ月後、揺れの原因を報告されまして、それが屋上にあるマストが振動している波長とビル本体が揺れる波長が一致して共振を起こしたと、これが揺れの原因だと判明してるんですけど、これまず共振するっていうのが確率がものすごいんですよ。まあ、僕は建築の知識皆無なんでそんなはっきりしたことは言えないんですけど、屋上の何かが揺れただけで東京タワーより高いビルが揺れるって普通にヤバくないですか？この事件からおよそ3ヶ月後、メンテナンスが終了して、現在は今まで通り普通に使われてるということです。このビルがもし倒れたらって考えると恐ろしすぎますよね。次に2つ目。これは現在の建物じゃないんですけど、今からおよそ1500年前に建てられた建空寺というお寺。こちら2010年、アメリカのタイムズ紙が発表した世界で最も危険な建造物ベスト10では4位に選ばれてます。なかなかです。でもこの理由がですね、まず建物がある場所なんですけど、写真を見てもわかるように、ほぼ垂直なんじゃないかってくらい急な崖に沿って、地面から約50メーターほどの場所に建てられてるんですけど、構造としては10棟ある塔がですね、
細い橋でつながったみたいな形状なんですけど、これを全部支えてるのが岩に突き刺さってる無数の細い柱だけなんですよ。写真見ても分かるように、とにかく突き刺さってる角度まあまあやばいですよね。逆に1500年も残ってるのが信じられないくらいですよね。過去50年でマグニチュード6クラスの地震に3回見舞われてるんですけど、びくともしなかったそうです。これに関しては手抜き工事ではないですよね。4000年の歴史発揮しとる場合、これ。ただ現在は安全を考慮して一度に見学できる人数を100人までに制限してるということです。なので崩れたら100人は行かれます。次3つ目、これ普通にやばいです。こちら建物っていうよりはずさんな建設現場で起きた事件なんですけど、2009年の7月、中国上海市にて当時建設中だった13階建てのマンションが突如倒壊するという大事故が起きました。この事故の原因、中国政府曰くですね、まずマンションの北側に土が10メートルぐらいの高さまで積まれていたと。でその反対の南側、地下駐車場の工場で深さ 4.6 メートルまで掘られてて、北と南で建物のバランスが崩れていたと。そういったことが倒壊の原因だとされています。いや、そんなことあります？報道では建物の構造建設規則位の材質とかに問題なかったと報じられてるんですけど、結果関係者7人が安全管理規定法違反の疑いで逮捕されました。最後4つ目ですね。これが2021年5月、中国にある美岩山、地上100メートルの高さにある床がガラス張りの橋、この一部が吹き飛んで橋の中央に男性が一人取り残されるという事件がありました。フォールガイズではよくあるけど、当時の写真なんですけど、男性どうなったのか、現場スタッフの力を借りながらもほぼ自力で安全な場所に移動したんですよ。トムクルーズか。100メーター行けます？ただ事故当時最高時速150キロの風が吹いていたと。まあ強すぎ、風が。これでガラス製の床が吹き飛ばされたことが原因でした。ただ実は似たような事件過去にも何回か起きてて、2015年にはガラス製の滑り台から観光客が転落して死亡、2017年には同じくガラス製の滑り台で観光客同士が衝突して1人が死亡、3人が負傷。あとこれは中国ではないんですけど、今年の10月ですね、インドネシアの観光スポットにあるガラス張りの橋、この一部が割れて1人が死亡、3人が負傷するという事故あってます。ガラスに限界があるみたいだね。ただ中国にはですね、こういったガラスの橋他にも2300個あるということで、もし訪れる機会がある方、くれぐれも気をつけてください。日本でガラス張りっていうとスカイツリーに一部あるぐらいですよね。こういった内容を踏まえてですね、なんでこんな手抜き工事とかおから工事がまかり通ってるのか、大きく分けると理由は2つあって、まず1つが法律的な問題、建築基準が甘すぎるというところ。実は現在の中国の建築基準というのが第二次世界大戦後の旧ソ連のものを模範したものでして、そもそもこの時代っていうのが戦後の復興が優先順位ナンバーワンでしたので、とにかくもう建物どんどん建てましょうと。なので安全レベルが最低限保たれれば OK だったんですよ。日本もですね、戦後はそうで、今よりもガバガバだったんですけど、1981年そして2000年にですね、大きな改正があって今の形になってます。ただ中国に関しては50年以上経った今でも同じ基準を採用してるんで、これがおから工事の根本の原因の一つなんですよ。あともう一つが一職人としての心構えみたいな話になるんですけど、一般的に中国の職人の方って自分がどれだけいい仕事をしたかよりもですね、その仕事でいくら稼いだか、そういったものを成功の基準にしてる人がいるっていう話があったりするんですよ。ラッパーのリリックとかでありそうですけど、もちろんね、全員が全員そうではないと思うんですけど、手抜き工事で大儲けできるなら手抜き工事が発覚して数年だけ刑務所で暮らすぐらい構わねえよと、そういう風に考える人も少なからず一定数いるということなんですね。これは個人レベルの話なんで国籍は全然関係ないんですけど、ただ法的な問題も重なって中国ではずさんな工事が多く、30年ほどで倒壊してしまうケースが非常に多いんじゃないかと言われています。でこれはインタビュー記事で、日本で手抜き工事は絶対にできるわけがないと。その理由が監督システムがかなり厳しいと。でも日本で使う材料っていうのはもちろん全て細かくチェックして検査に合格したものを使う。その検査自体もですね、行政が行うもの、民間企業が行うものと複数あって、とにかく抜かりがないと。これは過去にも実際あったんですけど、日本で仮に手抜き工事が発覚しようもんなら巨額の賠償金、社会的な信用を全て失い破産に追い込まれるという可能性、これが非常に高いんですよね。そういった意味でも日本の建築技術のレベルは世界的に見てもかなり高い方になっています。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今日は中国の手抜き建築、こういったテーマでお話しました。ネットとかで見る分にはちょっと面白いですけど、もしこれが自分の家だったらとか考えるとゾッとしますよね。ちなみに僕の友達の話なんですけど、昔ですよ、今はもう違いますけど、台風で家の半分ぐらいがガチで倒壊してるっていう家に住んでた人いたんですよ。いやマジで持ってないです。リアル家の半分ぐらいが屋根の下敷きになってて、あれどうなったんかな。実写版ドラゴンボールでピッコロが出てきたシーンあったじゃないですか。あんな感じ、ちょっと思った。ただこんな DM 来てたんで次回予告にしますね。タカさんこんばんは。こんばんは。いつも朝仕事をしながら拝見しております。最近日本の SNS ではまだまだ中国のイメージを悪く話すインフルエンサーやニュースがあり、普段中国で仕事をしてる僕からしたらとても悲しいです。政府が管理してるとか、民主に自由がないとか、管理社会とか、僕からしたらどの国も同じことをしていて、ただ中国はそれを表面に公開してるだけで、日本のマイナンバー制度とか完璧に管理社会になってるし、実際民主は政府への不満は他の国と比べたらそこまでない感じがします。悪口は言いますが、それはどの国も同じです。逆に日本の大手とかで働いて中国出張した方たちはみんな中国の印象は思った以上にいいものでした。高さの影響力でぜひ中国のいいところ、歴史の流れ、現代社会や文化、現在の GDP2 位の中国をぜひ紹介してもらってもよろしいでしょうか、お願いします、ということですね。これインフルエンサー俺やね。わかりました、頑張ります。もし他にもですね、表面だけじゃなくてこんな中国のいいところがあるよと、そういった現地の方いましたら、動画の感想と一緒にぜひコメント欄までお願いします。というわけで今日は以上、最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。そんなやつおらんか。
全国の特命さんこんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。さあ今日なんですけど、先日リスニーさんからこんなリクエストいただきましたよ。タックさんこんばんは。こんばんは。最近よくニュースでクマに襲われて死亡した事故をよく見るようになったのですが、なぜ犬や猫はペットで飼うことができるのにクマとかはダメなんでしょうか。いや、死亡事故って自分で言ってませんよ。実際ペットにしてる人とかっているんですか。自分で調べるのめんどくさいのでタックさん代わりに解説してくださいということなんですけど、こちらリクエストありがとうございます。今日はですね、なぜ野生動物はペットにしちゃいけないのかと、こういったテーマでお話できたらなと思うんですけど、早速なんですけど、今クマすごいですよね。こちら DM にもあったようにですね、実は今年2023年クマの出没件数というのは過去最多を記録してます。皆さん知ってましたか。特に件数が多いのはご想像の通り北海道ですね。こちら北海道県によりますと、今年2023のクマの出没情報件数がですね、9月17日の報告された時点で2667件、5年前の2019年の1825件から年々増加傾向にあるんですよ。ここからって時に2600件ってやばいっすよね。で、まあクマというと今まで北海道とか東日本での出没が多かったんですけど、今年に関しては西日本にかけても広い範囲で目撃が相次いでるということなんですよ。それに伴ってクマに襲われるっていうね、被害も増えてまして、今年度はですね17の都道府県で少なくとも160名の被害者、統計上最多だった3年前の158件を10月時点でもうすでに上回ったんですね。例えば最近あった被害としては、11月の2日の昼頃、北海道南部にある大仙源岳っていう山の標高は600メートル付近で若い男性のご遺体が発見されました。こちら遺体の損傷が激しいということで、クマに襲われた可能性が非常に高いと考えられています。で、この数日前の10月29日から函館市に住んでいる20代の男性がこの山で行方不明になっていて、警察はこの遺体がこの男性のものとみて捜査を進めています。実はですね、この遺体が見つかる2日前の10月31日にもこの山で登山中の男性3名がクマに襲われまして、ナイフで突き刺してクマを追っ払ったっていう事件があったばっかりだったんですよ。この2つの事件のクマが同一の個体かどうかは今のところ分かっていません。なんで今年このクマの出没とか被害が過去最多になってしまっているのか、急に増えたっていう印象も多い方いると思うんですけど、この理由なんですけど、実はさっきも言ったように年々増加してまして、シンプルに個体数が増加してるんですよ。っていうのも、実は1966年から1990年までの間っていうのが春グマ駆除制度といいまして、ハンターの方々が春になったら山に残ってるクマの足跡を追っかけて積極的に撃っていいですよっていう制度があったんですけど、1990年にこの制度は廃止になったんですよね。で、そっから2020年までの30年間で北海道だけで個体数は5200頭から1万1700頭と2倍近く増えてることが分かっています。それに伴ってハンターの高齢化とか減少によって人に対する警戒心が薄れている、あとは生息域がですね、人の住むエリアにまで拡大してるってことで出没件数増加の原因として考えられています。実は過去2000年の初頭なんかはクマの主食のブナの実なんかが台風とかあと害虫の影響で不作になっていて、それでお腹を空かせたクマが人里まで降りてくるってことはあったんですけど、まあ、今回シンプルに個体数が増えてるってことが大きくて、このままいけば今後もですね、毎年毎年クマの出没件数は上回っていくんじゃないかと見られています。なぜクマがそこまで危険なのかと皆さん重々ご理解をしてると思うんですけど、もっとご理解していただくためにですね、過去に起きた海外と日本悲惨な事件いくつか持ってきました。まず一つ目、海外なんですけど、ペトロパブロフスククマ事件というもの、こちら発生が2011年、ロシアのカムチャッカ半島というところで、ある日イゴール・ツィガネンコフ氏というこの男性と彼の19歳の娘オルガさんがですね、2人で川に遊びに来ていました。この周辺はですね、草が2メートルぐらいの高さまで生えてて、この時実はもうクマってこの茂みの中にいたんですよ。川のほとりに車を止めて2人で森の中を歩いていたら、ヒグマが茂みの中から飛び出して父のイゴールを襲ったんですね。この瞬間イゴールさん頭を打ち砕かれて即死しました。で、そばにいた娘のオルガさん70メートルぐらいまで走ったんですけど、クマめちゃくちゃ速いのですぐに追いつかれて足を掴まれ、ここからすごい衝撃的な内容なんですけど、持っていた携帯電話でその場で母親に電話して、お母さんヒグマが私を食べてる、お母さん一体助けてと、ヒグマに襲われながらも1時間近く電話に向かって叫び続けたんですよね。で、その電話の中で3匹の子グマもですね、後からやってきたってことが分かっています。でもこれ聞いてる方は絶望とかそういうレベルじゃないですよね。1時間後もはや痛みを感じなくなった、お母さんいろいろとごめんね、許してね、大好きと、そういった言葉を残して電話は途絶えたそうです。その翌日にはですね、すぐに親子の遺体を回収されて、2人を襲った4匹のヒグマはハンターによって射殺されました。やはりですね、まあ日本でもクマの事件っていくつか起きてるんですけど、一番大きなものというとやはり三毛別ヒグマ事件ですよね。過去国内最多の死者数を出しています。日本史上最悪の有害事件と呼ばれてるんですけど、過去動画でもがっつり解説してるんでさらっとおさらいです。詳しくですね、ハンターの方に聞いてる動画っていうのもあるので、概要欄の方から気になる人は見てみてください。こちら発生したのが1915年ですね。北海道の苫前村というところ、ある日の朝ですね、この村の開拓者であった太田さんという方の家に巨大なヒグマが窓をぶち破って侵入します。そこにいた太田さんの妻、養子として預かっていた6歳の子供が襲われて殺害。その翌日の夜ですね、村人たちを交えて亡くなった2人のお通夜を行っていたところに再びヒグマが乱入したんですね。そこで村人の1人が持っていた銃で発砲するとですね、ヒグマはこの時逃げていったんですけど、なんとその足で500メートルぐらい離れたところにあった別の家を襲います。当時そこには避難していた大人3人と子供7名いたんですけど、襲われて、この襲撃で結果5人が殺害、3名が重傷を負いました。この6日後ですね、ハンターによってそのヒグマは射殺されたんですけど、重さ340キロ、体長 2.7 メーター、立ち上がった高さは 3.5 メートル、とんでもなくでかい
ヒグマだったんですよ。ちなみにこの射殺したヒグマの死骸をソリで運んでいたら、さっきまで晴れていたのが急に嵐になって、こういった急な天候の移り変わりのことをクマ嵐とこの時名付けたんですね。で今もこの地域では語り継がれています。はい、とここまでクマにまつわる事件いくつか紹介したんですけど、今回いただいたリクエスト、クマはペットにできないんですかという内容なんですけど、実際ペットにしてる人いるのかなと思って調べてみたら、結論から言うといます。多分ねロシアの人だと思うんですけど、あのインスタで飼ってるクマの動画を載せてるアカウントあって、これ見る感じはめっちゃ可愛いんですよ。どんなもんか見たい方は見てみてほしいんですけど、ただやっぱりですね、ペットにしようとしたけどクマに殺害されたという事件いくつかあって、まずロシアなんですけど、ロシアかいと。この日山で狩りをしたセルゲイさんという男性、小さな子グマ見つけます。この子をメンブラーって名付けて2匹の犬を飼ってる家に連れて帰ったんですよ。当初は首輪と鎖をつないで散歩もして普通にペットとして飼っていたんですけど、日に日にまあ大きくなるんですよね。鎖でつなげなくなって檻の中に入れたんですね。ただメンブラー野生本能が芽生え始めて攻撃するようになりました。この野生の本能というところで飼うことができないんですけど、周りからは施設に預けろと言われるんですけど、古無視して生活を続けたんですね。ただある日セルゲイさん誰とも連絡が取れなくなります。心配になった家族が警察に相談して家に向かったら、そこにはメンブラーの姿も主人の姿もありませんでした。家の前には血痕と人のものと思われる骨だけ、裏庭には2頭の犬の骨だけ落ちていました。早口言葉みたいになりましたけど、結局この血痕を辿っていったらメンブラーの姿があって、その場で射殺されています。あともう一つ、これは日本なんですけど、去年の11月、実はこれ長野県に住んでいた75歳の男性が自宅の敷地内でツキノワグマ飼っていたんですよ。ただこちら殺害されています。どれぐらい一緒にいたのかというと20年ぐらいなんですよね。まだちっちゃい子グマだった頃からクマを飼っていて、ペッペって名付けて家族同然に可愛がっていたんですけど、殺害されてしまってですね、その後地元の猟友会によって射殺されています。はい、まあ飼ってしまって殺された事件で紹介したんですけど、やっぱり飼うのはやめといた方がいいですね。ただやっぱり森のクマさんみたいな感じで可愛いイメージを持ってる人も少なからずいるんですよ。ただ今年ですね、ヒグマ有害捕獲へのご理解とお願いといって、北海道庁が9月の下旬ですね、公式 X でこう呼びかけました。この呼びかけの原因としてはですね、道内で66頭の牛を殺したヒグマのオソですね、これが8月に駆除されたんですけど、そこから道庁にクレームがすごいんですって。もう餌山にあげたらいいだろうとか、麻酔銃でどうだとかね、もうお酒にどうぞって感じですよね。そのクレームをクマに入れて聞き入れてくれるか試してみてよねって思いますよね。ぜひこちら皆さんの意見もお聞かせください。じゃあちょっと最後にめっちゃ余談なんですけど、意外な理由で人間が絶対にペットにできない動物いくつか紹介します。もちろん外来種とかあるんですけど、意外な理由です。まず人間っていうのは9000年前の新石器時代からヤギとか羊を飼っていたとされてるんですよ。っていうのもその時代の骨なんかが土の中から発見されたことで分かってるんですけど、この9000年っていう長い歴史の中でそれでもこれ飼うの無理だったなってなった動物が何種類かいまして、まず1つ目、シマウマ。これ意外ですけど確かに飼ってるとこ見たことないですよね。もう今まで何回かやろうとしたんですけど、ことごとく失敗してます。っていうのも生まれつきめちゃくちゃ警戒心が強いんですよ。あとは攻撃的ってのはあるんですけど、シマウマってちょっとでも近づいたら速攻で逃げるし、本気出したら60キロぐらいで走るんですよね。攻撃はキックしてくるんでめちゃくちゃ捕まえにくいんですけど、理由としてはシマウマっていうのはずっと同じ生息地にライオンとかワニとかヒョウとかそういう獰猛な動物が多かったからなんですね。なので万が一シマウマを捕まえたとしてもですね、まず背中の骨格意外と小さいんですよ。だから荷物を運ぶのにあんま向いてないし、乗り心地もあんま良くないと。だから捕まえてもあんまいいことがなかったんですよね。この理由でシマウマは大昔から飼うことができませんでした。あともう一つ、ホオジロザメですね。誰がサメ飼うんやんって話なんですけど、っていうのも水族館とかで飼おうとしたんですよ。これ何回も試されたんですけど、いずれも失敗してます。ホオジロザメってマグロと同じようにですね、常に泳いでないと死んでしまうんですよ。1日の移動距離も60キロと非常に長いんですね。あとは基本的に生きた餌、それもアザラシとかオットセイとかが主食で、これも供給が非常に難しいんですよ。だからホオジロザメを水族館で見ないのにはこうした理由があります。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。まあ、最後はちょっと余談になったんですけど、野生動物をペットにできない理由というテーマで話したんですけど、やっぱり僕はクマは危険なんで駆除するべきの方に一票入れたいと思います。ちなみに皆さんの中で変わったペット見たことあります？僕らが一番変わってたなと思うのはスッポンですかね。カメかなと思ったらスッポンだっつってて、スッポン飼ったことある方って結構多いんですか？ぜひ皆さんの中でこれ飼ってるよとかね、これ飼ってる知り合いますという方いたら、動画の感想と一緒にコメント欄までお願いします。というわけで今日は以上、最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。さあ今日なんですけど、リスニーさんからこんな DM 来てました。タックさん、こんにちは。こんにちは。先日博物館で発見されたアナウンサーの動画を見させていただきました。ありがとうございます。行方不明になった女性の裏にいろいろな噂が出てきて、いくつかの闇が隠されていた、そんな事件だったと思うのですが、これらの事件同様他にも闇が隠された行方不明事件があるのではと思ってしまいました。闇深い行方不明事件などあれば紹介してくださいということなんですけど、こちらリクエストありがとうございます。このアナウンサー失踪の動画に関してはちょっと前に上げた動画なんですけど、これは中国で起きた失踪事件で20年以上
上前ですね、過去に失踪した女性アナウンサーが人体の不思議展の中の標本になってるんじゃないかっていうね、そういった噂が広まったもので、かつこの方の身元は今でも見つかっていないとされて、かなり闇の深い未解決事件だったんですけど、気になる方は概要欄です。そしてお隣の国韓国ですね、ここでも一つ2006年に時効を迎えた韓国三大未解決事件の一つとも言われています、カエル少年失踪殺人事件というものがあります。韓国の映画好きな方は見たことある方多いと思うんですけど、2012年に映画化されたんですよね。韓国の事件系の映画って救いがないですよね。あの不気味な感じがすごい怖いんですけど、今日はですねこの事件について、なぜ未解決なのに殺人となっているのか、あとは考察として噂されている犯人像なんかを解説して、合わせて後半にはその他にも国内で起きている失踪事件、その関連性について紹介していこうと思います。じゃあまず早速この事件の概要なんですけど、こちらは1991年ですね、韓国東南部に位置するテグという場所、ここのソンヨン国民学校に通っていた5名の小学生たちが忽然と姿を消したというものでして、この失踪直後から警察や軍による捜索活動を行われたんですけど、結局手がかりはつかめず、そしてこの事件発生から11年が経過した2002年にですね、彼らの白骨死体が発見されます。ただ犯人は見つからず、2006年には時効が成立したという事件です。詳細です。始まりは1991年3月26日の早朝。この日は統一地方選挙の日で祝日でもあったんですけど、そんな休日にテグ近郊トアプサンのあるのどかな村にて、友達と遊ぶ計画を立てていた小学校3年生から6年生の少年号に、近くのガリュウ山という標高は300メートルもない比較的小さな山に山椒魚の卵を取りに行くと言って出かけて戻りませんでした。ちなみにこの時の少年らの言葉っていうのが事件名になってるんですけど、っていうのもまあ後に報道されたメディアが誤報だったんですよ。これ山椒魚の卵を取りに行くって言ったのに、なぜかカエルを取りに行くっていう風にすり替えられて、それが伝わってって、ただそれだけなんですけど、こっからカエル少年失踪事件というね、そういった名称で認知されるようになっていきました。だからまあ山椒魚の卵少年失踪事件、それが正しいと思いますね。なんでそう間違えたんだろうという疑問は一旦置いておいて、結局この日の夜になって帰ってこないんで、心配になって5人の少年の保護者らお互い連絡を取り合っていたんですけど、誰一人として結果返ってきませんでした。そして一晩が経過した27日の朝ですね、警察に5人の失踪を通報したことで事件が発覚で、警察も本腰を入れて捜索活動の方が指導されるはずだったんですけど、ただこの時実を言うとですね、この事件当初警察の初動捜査に関してミスがあったと言われていて、っていうのも先ほど言ったようにですね、この地方選挙の日と被ってて、捜索の人員が十分にまず確保できなかったっていうのもあるんですけど、このいろいろと目撃証言出てくる中で、一人この5人と同じ学校に通っていた小学4年生のハン・スンフン君という方がいて、この子がですね山頂付近から悲鳴を聞いたって言ってたり、さらにその声は10秒間隔で2回あったと、そういった証言をしたんですよ。ただ警察この時自発的な家出だと判断しちゃって、ちゃんとした捜査を行わなかったんですね。でこれで結局一旦捜査打ち切られるんですよ。ただその一方でやっぱ世間としてはこれだけ人がいなくなってて捜索されてないということで、マスコミがこぞって取り上げていって、結果世論も含めてまた一気に注目を集めます。するとおかしな話なんですけど、この事態に政府としても緊急だっつって本格的に動き出して、そこに特別指示というものが発令されます。これ何かというと、国の非常事態の際にですね、韓国の大統領が発令する特別な号令なんですけど、一旦打ち切られた事件にこの号令が発令されました。結果ですね、韓国全土の警察とか軍は総動員して大規模な捜索活動を始めます。警察は延べ約30万人を動員、ガリュウ山だけではなく捜索範囲を全国に広げて、各地の駅前バスターミナル周辺など聞き取りの調査であったりとか、あと福祉施設とか宗教施設、家屋とか約1万2000箇所での捜索も行います。またこの流れを受けてですね、警察以外の国内企業の各社もですね、僕らも協力しますっつって手を挙げ始めて、懸賞金としては総額4200万ウォンを設置したり、大捜索キャンペーンと称してなんかテレフォンカードとか食料品、タバコとかハガキとか自社の商品に捜索を呼びかける企業広告を貼っていくんですよ。もう国を挙げて情報提供を呼びかけていったんですけど、ただ半年経っても少年たちの足取りはつかめません。いずれも手がかりとなるものが出てきませんでした。こうしてこの事件は有力な情報がなくてですね、時間だけが過ぎていきまして終わりを迎えたんですけど、まずこの最初に失踪してから11年と半年が経過した2002年の9月26日、このガリュウ山中腹でどんぐり拾いに来てた近隣住民が地面からむき出しの子供の靴と人骨を見つけて、これをきっかけに5人の白骨化した遺体というのが発見されたんですね。さらに事件性に関しても司法解剖を行った結果ですね、5人全員が鈍器や凶器による他殺であるということが判明します。つまり完全に殺人事件だったんですよ。ただもうそう判断されたんですけど、それ以上犯人特定に結びつく証拠が出ることはなくて、2006年の3月26日15年の控訴時効を迎えて迷宮入りになりました。遺体は当時からそこにあったのかとかいうのは正直わからないんですけど、標高300メートルの山の中で、かつ小学生くらいの子供たちが一人ではなく5人ぐらいで遊びに入って、そこまで大きくない規模の場所で失踪して、10年後どんぐり拾いに来たハイカーによって発見されたっていうね、不可解な事件なんですよね。なのでこの事件後、5人もの子供を一度に襲えるのかとか、たとえ1人や2人が殺されていたとしても、残りの子はそのまま山を逃げて降りれば助かったんじゃないかとか、そういった憶測が飛び交うようになったんですけど、それと同時にあくまで都市伝説的なものになるんですけど、犯人像の考察についてもいくつか説が出てきました。まず陸軍の兵士が犯人じゃないかっていうね、これが軍の勧誘説なんですけど、っていうのも発見場所に関して、こっから300メートルぐらいの場所に1994年の11月までテグ第50師団の予備軍射撃場があったんですよ。この訓練の流れ弾が被弾したんじゃないかというもので、実際5人のうち1人の頭蓋骨には左右に1センチから4センチぐらいの閃光があったんですよ。ただこちらに関して後に陸軍当局も発見場所と射撃位置の位置関係について調
調査した上で会見を行って否定しています。なのでないというふうにはなってるんですけど、ただ合わせて当時の時点で記録を早めに消したんじゃないかという可能性もあって、非公式での射撃っていうのが敷地外で行われていたんじゃないのかとか、そういった疑念もあります。そのため軍が隠蔽した、それだったら辻褄が合うよねって言われてます。あとはね、これも薄いものなんですけど、靴磨き職人の方が警察本部を訪れて証言したってなってまして、靴磨きをしていた2001年の7月ぐらいに30歳ぐらいの元軍関係者だと名乗るお客さんがですね、唐突に自分が軍に勤めていた時の話をしたそうで、その内容っていうのが、ある日の射撃訓練中、飛び出してきた一人の少年を誤射で殺害してしまったんだよと。その後どうなったと思う？証拠隠蔽のためにその場にいた残りの4人も殺害して埋めたよっていう、ね、そんな話をしたと、そういう証言があったんですけど、まあこれも本当かどうか分かってません。あとは普通に殺人鬼によって殺害されたとか、現場の我流山っていうのが不良少年が溜まってたってこともあったんで、地元の不良少年犯人説とかいろいろあるんですけど、いずれにせよこの本件っていうのは時効が成立してるんで、こればっかりは仕方がないというか、後からどんな説が出てきても想像の犯人像でしかないということなんですね。誘拐目的だったのか、金銭目当てだと考えにくいのか、あるいは興味本位で突発的な犯行だったのか、真相は全て闇の中となっております。はい、とこちらカエル少年殺人事件なんですけど、本当一体何が起きたんでしょうね。もしかしたら動物のね可能性も否定できないんですよね。ただこの狭い範囲で何度捜索しても出てこなくて後から出てくる、まあ、こういうのって日本でも起きてますよね。直近だと2019年の9月、山梨県のキャンプ場で当時小学校1年生の女の子が失踪したっていう、ね、事件ありましたけど、この時の状況っていうのも、母親と一緒に複数の家族が参加する2泊3日のキャンプ中に他の子供たちが遊んでいた水場に向かった後いなくなって、でこの遊び場まで距離で言うと100メーターぐらいしかなかったんですよ。で10分後には大人たちも合流していたんですけど、この間に姿を消してて、山梨県警自衛隊ら延べ1600人が捜査に当たったんですけど、行方が分かっておりませんでした。ただその3年後ですね、この年に指導村の山中で発見されて、肩甲骨や左すねなど6つの骨が女の子の DNA 型と一致して死亡が確認されています。あと2009年にもですね、岐阜県の高原キャンプ場で学校の課外活動に訪れてた女の子がいなくなったって事件なんですけど、肝試しの途中ではぐれて最後の目撃者は校長先生なんですけど、校長先生と会ってから10分後にいなくなってるんですよね。その後警察や消防ボランティアを含め、この時は1700名捜索に当たっています。ただ所持品すら見つかっていなくて、今郡上警察署とか常滑市役所のホームページにて情報提供を呼びかけている状態です。何か知ってる情報あれば連絡してください。でこういったケースはですね、一瞬とかほんと数分目を離した隙にっていうのが多いんで、さらになぜいなくなるのか、山中にはそのほとんどに監視カメラがないっていうのがあるんですね。だから遭難しやすいよねっていうのもあるんですけど、もっと警戒をするならば、もし子供をさらおうとする人とか、そういった人からすると山の中っていうのはさらいやすい、そして証拠も消えやすいと、そういった場所だとも言えると思います。見守りとかね、鍵の切除といった対策だったりとか、あと GPS を持たせるとか、外出の際は目を離さないように気をつけてもらえたらなと思います。というわけで今日は以上、動画の感想等ありましたらコメント欄までお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。急なんですけど、皆さん自作自演したことありますか？僕からちょっと前ヨドバシカメラで冷蔵庫買ったんですけど、その時待ち時間の時にウォーターサーバー勧められたんですよ。いかがですかって、いや大丈夫ですって断ったんですけど、結構しつこく聞いてきたんで、実はあるんですよ大丈夫ですって嘘ついたんですよ。まあ気使った嘘ですよね、こう諦めるきっかけというか。ほんなら古畑任三郎ばりにガン詰めしてくるんですよ。ほう、何々何のメーカーみたいな、ブチ切れましたね。しつけよーっつって、あ嘘もういらないからっつって、あれってギリ逆切れですかね。全国の特命さんこんばんは、深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。寒暖差アレルギーかなんかわかんないですけど、めちゃくちゃ体調壊してます。そんな中、先日リスニーさんからこんなリクエストいただきました。タックさんこんばんは。こんばんは。詩人逮捕の動画面白かったです、ありがとうございます。ガッツチャンネル氏は結果マッチポンプで逮捕されたってことなんですけど、他にも自作自演で逮捕されたような事件などあればぜひ動画でまとめて紹介してください、お願いします。あと4万円盗まれたのも悲劇のヒロイン演じるための自作自演なんですよね。いい加減白状したらどうですかということなんですけども、やっちゃおうかなこれ。ただこれで自演だった時めちゃくちゃ怖いっすよね。これ何年間こすってんのみたいな。でも結構ガチで当時普通に疑われましたね。ひでえ世の中だぜ。ペイントせいやね。こちらリクエストありがとうございます。完全余談なんですけど、この自作自演っていう言葉、英語で言うとマッチポンプっていう単語が意味としては近いんですけど、これまあ僕が最近知ったかっこいい言葉ランキング1位なんですけど、語源がですね、マッチつまり火とポンプつまり水が合わさったものでして、意味としては自分で問題を起こして自ら解決するというね、火を起こして水かけるみたいな、その流れによって利益や評価を得ることになるんですよ。ただまあ自作自演の違いとしては、そこに悪意があるかないかの違いで、マッチポンプっていうのは自分が得をするために他者に迷惑をかけてる点では悪意があると、そういった表現になるそうですね。まあ、皆さんもぜひ好きあらば使ってみてください。でちょっと本題戻るんですけど、自作自演といえば最近こんなとんでもない事件ありましたね。それが先日11月23日、今年の9月に新しくできた横浜市の音楽施設 K アリーナ横浜、この場所で女性が刺されたっていう119番通報があったんですね。でこの日がですね、 MTV VMAJ2023 つって、ヤマピーさんらがめちゃくちゃかっこいいライブ
ブやってたんですけど、事件発生がこのライブの直後だったんですよ。で、僕もこれニュースで見て、もう何があったんだろうとすごい物騒だなと思ったんですけど、この3日後の26日ですね、事態が急変しました。っていうのも、目撃者、あと逃げた人が全く確認できないってことから、警察がですね、本人、そして当日一緒にいた夫から詳しい話を聞いたらですね、なんと女性はですね、自ら持ち込んだ刃物で自分を刺してたということが分かったんですよ。まさかの自作自演だったんですよ。で、この謎だらけの事件を受けて SNS 上では、目立ちたかったのかなとか、自作自演人騒がすぎるなとか、承認欲求の塊かみたいな、そういった批判のコメントが相次いで、ただ絶対なんか動機があるはずじゃないですかって肝心の動機なんですけど、この女性はですね、悩みがあったとだけ話してるそうです。怪我自体幸いにも軽傷だったということで、現在自宅に普通に戻ってるということなんですけど、まさかのどんでん返しですよね。まあ、とりあえず無事でよかったんですけど、悩みがあって突き刺すでどうしたんだって感じですけど、ただもう一つ、最近ハロウィンでもこんな事件ありましたね。それが新潟県新潟市、70代の男性がですね、刃渡り約13センチの包丁が腹に半分ぐらい刺さってる状態で消防へ駆け込んだんですよ。で、男性が当初ですね、家に強盗が入って刺されましたって話して、警察は強盗事件として捜査を進めたんですけど、まさに翌日、この事件全て男性の自作自演だったことが分かってます。いや、仮装しすぎでしょこれ。腹に13センチ半分って6センチ入ってますよこれ。でも男性はまあ借金してて自殺するつもりだったって話してるんですね。ただ幸い2週間程度の怪我で済んだそうでして、自作自演で立て続けに起きたってことで、またこのワード話題になってたんですけど、ここからはですね、まあ、海外の事件いくつか紹介するんですけど、海外ってやっぱスケールがちょっと違うんですよね。早速なんですけど、こちら2022年、去年ですね、30代の女性がまず誘拐されて、その母親の元に身代金を要求する動画が送られてきたんですよ。で、この送られた動画っていうのが娘だったんですけど、口から血を流しながら目隠しされて、首元には刃物も突きつけられた状態で、ママ私誘拐されたの、理由はわからないわ、警察には何も言わないで、約束破ったら私殺されちゃうからって話してて、これを見た母親急いで銀行から日本円で710万円ぐらい引き出して、普通に警察行ったんですよ。まあ行きますよね。で、警察はすぐ手がかりを求めて、娘が当時付き合っていた彼氏の自宅を捜索したら、あれと、動画で使われてたナイフ、目隠し、バンダナと、いろいろ動画内のものが発見されるんですよ。これ二人どこ行ったんだっつって居場所を突き止めるべく捜索を続けたら、なんと娘と彼氏カジノでギャンブルしてました。とんでもないよこれ。で、改めて捜索したら、この誘拐騒動、実は娘と彼氏、そして彼氏の家族も関与していたんですね。あの、恐喝容疑で全員逮捕されてます。で、警察が詳しく調べを進めたら、実は娘、過去にもですね、私の命が危ないっつって母親に嘘の手紙を送って、日本円で約650万円ぐらい騙し取って、彼氏の家族と山分けしていたことも発覚したんですよ。毒親ならぬ毒娘ですよね。てか、なんでそんなお金持ってんだっていう話もありますけどね。まあ、なんかいろいろあったんでしょうね。じゃあ次です。こちら2021年2月、アメリカのアリゾナ州、19歳の男性がですね、革ベルトで両手を背中に縛られて、口にバンダナを詰め込まれた状態で横とあってるところを発見されて、事件当日自宅を出たらいきなりマスクをかぶった男2人に殴られて意識失いましたと。その間に車に乗せられて、ここに置き去りにされた、自分の父親がどっかに隠した大金が目当てだったと思うんですよねって話してたんで、警察は金銭目的の誘拐事件として捜査を開始したんですけど、ただその周辺の防犯カメラの映像、どこを見ても誘拐されたという証拠一切見つかりませんでした。さらに男性の証言もかなり曖昧だったんで、取り調べを続けたところですね、ようやく自作自演だったことを告白します。この理由なんですけど、仕事に行きたくなかったからだそうです。で、この男、虚偽の報告をしたことによって逮捕されて、勤めていた工場から解雇されたんですよ。だからある意味作戦成功してるんですよ。してんのかなこれ。次3つ目ですね。2022年の12月、インドネシアに住んでいた女性が Facebook 上に、私の母が自宅の近くで事故に巻き込まれて亡くなってしまいましたと、そういった内容の書き込みを行いました。で、投稿には母の遺体の写真、病院で亡くなった後に運ばれる動画とかも載せたんですよ。結構みんな信じてたんですけど、これ全部嘘でした。ただこの娘が嘘ついたんじゃなくて、母親が自分の娘の Facebook に勝手に投稿していたんですよ。これ何のためにしたかっていうと、知人から借りた借金を踏み倒すためだったそうでして、その数日後ですね、娘は母親が意味わかんない投稿してるっつって、私の母は普通に生きてますと、死んだことにしたのは借金の返済から逃げるための嘘です、どうか母のとんでもない嘘を許してくださいと投稿して、この借金ママ騒動っていうのがインドネシアで大々的に報道されたそうです。これはもうデンジャラス母ちゃん認定ですね。じゃあちょっと日本に戻るんですけど、これ自作自演を余儀なくされたみたいな事件なんですけど、この事件が今年の7月ありました。都内の大学に通っていた中国人留学生の女性のもとにですね、上海警察を名乗る男から、あなたの携帯電話がマネロンに使われてますと、マネーロンダリング、資金洗浄ですね、こういった内容の電話が来たんですよ。で、留学生に心当たりなかったんですけど、顔写真入りの職員証が届いて、彼女が信じてですね、そのままやり取りを続けてたんですよ。じゃあ次、警察官から留学生のキャッシュカードが詐欺に使われていて、あなたに逮捕状が出てると、逮捕逃れるためには保証金がいりますっていう連絡が入るんですよ。で、怖くなった留学生が親にお願いして700万支払ったんですよ。ただ次に3200万円お願いしますって要求されて、さすがにそのお金はないわって伝えたら、じゃあお前誘拐演じて親に払わせろと、捕まれば家族の恥になるぞって言われるんですよ。警察がそんなこと言うはずないじゃないですか。ただ女性完全に信じ込んで、指示通りビジネスホテルに一人でチェックインして、そのまま100円ショップで購入した絵の具などを使って、暴行を受けて額や口元から血が出てるように装っ
って足はロープで縛ってその姿を自分のスマホで撮影して中国にいる親に送信したんですね。でその動画を受け取った両親が知人を通じて日本の警察に通報してすぐに着信履歴とかから彼女がいたホテルを特定してチェックインしてその2時間後にすぐ保護することできたんですよ。ただこれが全部偽装させられたものだってことを知ったんですけど、実はこの偽装誘拐っていうのがかなり最近増えてて今年都内だけで10件以上発生してるんで、まあ、留学生の方々そうじゃない方々もですね十分気をつけてください。じゃあ最後これは日本史上最大級の自作自演スゴー事件っていう事件なんですけどスケールで言うと間違いなく脅威でかいです。この事件がですね1952年戦後の混乱期に起きたものなんですけど大分県にあるスゴー村という場所で起きた事件。まずこの時代背景なんですけど1950年代っていうのはですね敗戦の混乱期ですね。 GHQ によって主導された民主化政策っていうのが冷戦の影響で徐々に弱まりつつあった時で、かつですねレッドパージって共産党員とか共産党支持者たちを公務員とか社員から解雇してちょっと追い払いましょうみたいなそういった運動も本格的になりつつあったんですよ。これがいわゆる逆コースとか呼ばれる動きなんですけど、でそんな中ですねある日スゴー村で警察の駐在所がダイナマイトで爆破されるという事件が起きました。警察がすぐに付近にいた日本共産党員2人と仲間の党員3名を逮捕、5名が爆発物取締罰則違反で起訴されて新聞でも共産党による武力闘争の一環だと大々的に報道されたんですけど、この事件思わぬ方向へと転びます。この公判が始まって起訴された5人がですね事件当日共産党支持者の一木という男から呼び出されてその帰りに逮捕された。この事件は誰かのでっち上げだっていうふうに主張したんですよ。っていうのがこの爆破直前ですね現場付近にはまるでこの爆発を事前に知っていたかのようにですね警察官が100名近く待機していたんですよ。でなかなか怪しいですよ。もう100人もいたらみんな見てるんですよ。ただ弁護側の主張も虚しくですねこの時の5人には有罪判決が言い渡されたんですよ。ただその後弁護士団がですねこの一木について詳しく調べたらだんだん不可解なことが分かってきました。まずこの一木という人物事件のおよそ3ヶ月前にこのスゴー村に引っ越してきてて製材所で働いていたんですけど事件当日のアリバイがなかったんですよ。それと全く同時期にですね大分県本部の巡査部長戸高という人物も行方不明になっていたんですね。で実際にこの一木を知る住民らに戸高の顔写真見せてみたら、あこの人3ヶ月前に引っ越してきた一木さんですよねとなったんですよ。2人がこれ同一人物だったんですよ。最終的にこの戸高という警察何をしていたかというと共産党に対する潜入捜査を行っていたんですよ。でこの駐在所爆破っていうのがこの5人に罪をかぶせるための警察による自作自演だったことが分かっています。これによりこの5名には無罪が言い渡されたんですけど、ただこのうち3人はですね別件のダイナマイト所持とか脅迫事件で有罪判決を受けて、一方この戸高に関してはダイナマイトを運んだとしては起訴されたんですけどダイナマイトの運搬に関してはあらかじめ上司に報告していたんで自首ですねっつって無罪だったんですよ。でここからちょっと闇なんですけど最終的にはこれノンキャリアの警察官が昇進できる最高クラスの警視庁にまで昇進してます。ダイナマイト出世やからこれすごいよ。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今日は自作自演がバレた事件を紹介しました。最後の事件で現代だと絶対ありえないですよね。まあわかんないですけど、ちなみに皆さんの中でも自作自演これバレたなっていうのあったらね動画の感想と一緒にコメント欄までお願いします。というわけで今日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。風邪ひくなよ。私とキム様親密関係何が悪いの当然でしょうね。全国の特命さんこんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。これは好きで週1ぐらいで聞いてますけども、さあそんな今日なんですけど、先日リスニーさんからこんなリクエストいただきました。よく言えました。タックさんこんばんは。こんばんは。先日テレビを見ていたらただの一般人が北朝鮮に何年もスパイとして潜入して武器の取引現場を隠し撮りした事件っていうのをやっててすごく面白かったです。そこで思ったんですが、こういった事件の他にも素人が潜入したもしくは解決した事件とかってあるんでしょうか。あれば紹介してくださいお願いします、ということなんですけど、こちらリクエストありがとうございます。いいですね。では動画で作ってるのでなぜ警察は潜入捜査をしないのかみたいな動画、これは作る予定なんですけど、もしかしたらもうすでに潜入してるのかもしれませんよ、この YouTube 界にもね。あ、でもいましたね、新人逮捕系の人ね。いなくなっちゃいましたけど、煉獄コロアキさんとかガッツチャンネルさんとか逮捕しようとして逮捕されたというニュースありましたけど、これは先日ですね新人逮捕できる条件とかそれ正当防衛になるのかみたいな、そういったところを話した動画あるんで、よかったら合わせて見ていただきたいんですけど、今回潜入ランクでいくと MAXMAX に近いです。なので DM でいただいた素人が北朝鮮に潜入した事件、こちらをですね前半がっつり紹介して、後半には同様に一般の方が解決した事件というのもいくつか見つかったんで、そちらまとめてきました。早速です。北朝鮮に10年間潜入した男、ウルリク・ラーセン。こちら始まりは2006年、デンマーク人のマッツ・ブリュガーという男性が国際交流を口実にして北朝鮮に潜入したんですね。もう入った瞬間難易度減るの死にゲート化すからね。でしかもですよ、ここでとあるテレビドキュメンタリーを撮ることになったんですよ。ぶっ飛んでるよ。このドキュメンタリーっていうのがザ・レッド・チャペルっていうタイトルで、北朝鮮の当時の状況を皮肉った内容だったんですけど、このドキュメンタリー公開されたんです
ですよ。するとブリガーさん、北朝鮮への入国が禁止されました。強い。この処置に関しては北朝鮮が正しいと思うんですけど、これは一旦置いといて、その後ブリガーさんの元にとある男から一通のメールが届くんですね。そこにはまた頭ぶっ飛んだ勇者がいました。自分が代わりにスパイになって北朝鮮に潜入しよう、そういった内容だったんですよ。なあこいつと物好きやなと思ってとりあえず会ってみたら、この男性こそ本日のメイン、ウルリク・ラーセンです。っていうのもこの方もともと料理人で、慢性疾患のため当時無職だったんですけど、至って普通の男性なんですよ。まあ、至って普通どころか病人です。ただラーセン、子供の頃の出身だった西ドイツから東ドイツに行った時、資本主義と社会主義じゃどれだけの境遇が違うか身をもって知っていると。それであなたのドキュメンタリーを見て北朝鮮に私も潜入することを決心しましたって言うんですよ。理由もなかなか社会的なんですけど、いやこいつ大丈夫かと思いながらもですね、ブリュガーはこれを承諾します。じゃあ行っちゃいましょうつって、こうして謎の男ラーセンの潜入活動が始まります。とはいえいきなり北朝鮮にカメラ持って突撃するわけにはいかないんですよ。じゃあまずどうしたかっていうと、デンマーク北朝鮮友好協会っていうね、そういった団体があったんですけど、そこにまず接近して、熱心な社会主義者を装って何度も集会に通っては見事会員になることに成功したんですよ。しかもですよ、いやこの団体活動すごいわと、ちょっと YouTube で広めていいかなつって、めちゃくちゃ堂々とカメラ回すんですよ。でもみんなよろしくつって、めちゃくちゃ信用されてるんですね。もう鮮やかな東大元暮らしですよね。他の会員全く怪しまれなかったと言います。そして翌年の2012年、ラーセンはまず協会のメンバーとして北朝鮮のツアーに参加したんですけど、来ましたよついに潜入の時ですね。ただここで偶然ですね、朝鮮親善協会、通称 KFA っていうね、めちゃくちゃでかい協会あるんですけど、そこの会長アレハンドロ・カオデ・ベノスっていうね、名前からして強そうな男と出会うんですよ。これはチャンスなのかピンチなのか。ラーセン違いました。君なかなか熱いね。なんとめちゃくちゃ気に入られました。アホばっかか。こっからなんですけど、その後もラーセンはベノスと何度か会って話していくうちにですね、どんどん気に入られて、しまいには俺の側近として働いて KFA のデンマーク支部を立ち上げて代表になってくれないかと言われるんですよ。いやこれも才能です。実力あったのかコミュ力が高かったのか、ベロスもちょっと気の毒なんですけど、じゃあここでどういう仕事をしていたのかっていうと、主にメディアの対応でして、北朝鮮にとって不都合な情報に対して反論すると。実際にニュースで北朝鮮の未来明るいっすよつって、何食わぬ顔で話してる映像も残っています。徹底してますね。そしてラーセンの実績、協会内でどんどん認められてって、潜入開始から2年後、北欧4カ国の代表を任されることになりました。天職やないかい。ただ目的は潜入捜査です。この頃から徐々にですね、この協会の真の狙いが浮き彫りになっていきます。ある時 KFA の会長ベノスがですね、北朝鮮に投資をしてくれる投資家を知らないかと、そういった話をちょこちょこしてくるようになったんですね。そこでラーセンは彼の狙いを探るためにある男を準備しました。それが元軍人、麻薬の密売、逮捕歴のあったジムという人物。彼をですね、謎めいた石油王兼投資家ミスター・ジェームズと名付けてまた潜入させたんですよ。なんかもうちょっとバカにしてますよ、チキンレースみたいな、これいけるやろみたいな。ミスター・ジェームズが、あの武器買いたいんだよねって言ったら、ベノス、我々が直接作ることはできないが、北朝鮮にいる専門家につなぐことはできると言うんですよ。要はこの KFA、 北朝鮮の闇取引の仲介を行ってるという可能性が出てきたんですね。早速その後2人は北朝鮮と渡って、現地で2日間ほど接待と案内を受けながら観光地を回るんですけど、その3日目ですね、朝から町の郊外まで車で連れて行かれて、着いたのが武器工場だったんですよ。車を降りるなりですね、地下へと続く階段に通されて、そこには豪華なレストランがあったんですね。なんか飯でも食うんかなと思って席に着いたら、まずそこの工場長役員らが出てきて質問攻めに遭うんですね。ただこんな修羅はラーセンからすると近所の公園レベルです。何食わぬ顔でくぐり抜きました。するとですね、パンフレットみたいなものを出してきたと。恐る恐る中を開いたら、そこにはレストランのメニューみたいに戦車、大型ミサイル、ありとあらゆる兵器の写真がお品書きのように横に丁寧に値段付きで書いてあるんですよ。わーお、見やすさ抜群。だからまあシェフの気まぐれ戦車とかあるんですかね。最終的にミスター・ジェームズ、ウガンダに武器工場を作りましょうっていう内容の契約書にサインして、この間もラーセンはカメラを回し続けていました。ただの教会内の広報活動だと信じ込まれていました。こっからまあちょっといろいろあったんですけど、このウガンダの武器工場計画進めてくると、次はですね、北朝鮮からシリアにミサイルを運ぶことはできないかと。ヨルダンの資産家で北朝鮮に石油を売りたい人がいるから、シリアとミスター・ジェームズ、そしてヨルダンの間で三角取引をしないかみたいな、なんかデカそうな危なそうな話が次々と舞い込んでくるんですね。ミスター・ジェームズ、ヨルダンから北朝鮮まで石油を運んで、その対価として兵器を作る北朝鮮の技術者に部品をもらうと、それをウガンダの武器工場に運ぶっていうね、そういった三角取引の契約を交わします。ただですね、これ以上潜入を続けると、まあ、あとは決行してくださいと、そのように加担することになるんで、それをごまかしていくと身バレのリスクが非常に高いということで、これにてミスター・ジェームズおよびラーセンの10年間にも及ぶ潜伏活動というのは幕を下ろしました。10年は凄まじい。現在ラーセンは保護プログラムを受けながら安全な生活を送ってると言われてます。はい、まあ以上がですね、北朝鮮に10年間潜入した男なんですけど、ちょっと怖いよね。その後本当にラーセンさん保護プログラム受けてるのかちょっと気になりますけど、実はこの事件がですね、ザ・モールっていうドキュメンタリー映画になってて、実際に当時録画していた映像なんか見れます。気になる方は映画チェックしてみてください。確かネットフリにあったと思いますね。じゃあちょっとこういった壮大な潜入計画っていうのもね、一般人の方がやられてるんですけど、他にもですね、結構一般人が解決した事件っていうのがあって、一風変わったり規模が大きい
き方も紹介します。一つ目、黄金種の殺人鬼、はい、これは連続殺人鬼の逮捕につながったという事件で、時は1976年から86年、カリフォルニア州各地で50名以上強姦、少なくとも13人を殺害、100件以上の強盗を行った黄金種の殺人鬼というシリアルキラーがいたんですね。いるなよそんなやつ。でこの一連の事件に子供の頃から興味を持っていたミシェル・マクナマラというルポライターの女性は10年以上にわたって取材を続けて自力で証拠を集めていったんですね。この影響かストレスからか薬を飲むようになって結果事故死してしまうんですけど、実は彼女が亡くなった後ですね、この彼女が残った証拠を手がかりに警察が捜査を再開したんですよ。結果黄金種の殺人鬼ジョセフ・ジェームズ・ディアンジェロを事件から40年越しに逮捕することができました。すごいことなんですけど、亡くなってしまって逮捕の瞬間に立ち会えなかったっていうのはちょっと悔しいですよね。次、12歳の探偵少女、こちら2011年ですね、アメリカのジョージア州で空き家から家具がごっそり盗まれるっていう事件起きて、で捜査の段階で犯人は家の鍵のコピーを持っていたっていうのが警察の出した結論だったんですけど、この被害に遭った家の家主のひ孫12歳の少女ジェシカ・メイプルが警察すら気づかなかった窓の破片とか複数の指紋を発見します。さらにその後盗まれた家具が持ち込まれた質屋まで特定して自力で店のオーナーから犯人の住所を聞き出すことに成功してるんですよ。さらに聞き出した後どうしたか、一人で強盗犯の家まで乗り込みました。一人特殊部隊警察よこれ。玄関を開けたらですね、強盗犯と母親いて、犯人に詰め寄って最終的には自白を取りました。捜査能力もすごいですけど、犯人の家まで行く度胸すごいですよね。最後3つ目、母親の執念、こちら2002年ですね、フィリピンで当時会社を経営していたイギリス人の男性スティーブン・デイビスが殺害されるっていう事件を起きました。ただ被害者の方が外国人だったっていう理由で捜査がなかなか進まなくて、警察も全く犯人の目処は立っていないという状態でした。そこで被害者の母親マーガレット・デイビスさん、思い切ってもう自分から探そうって間もなくして一人怪しい人物が浮上したんですよ。それがこのスティーブンの元妻ですね、フィリピン国籍のエブリンという女性。なんで怪しいと思ったのかというと、スティーブンが亡くなった2日後に会った時に、それが初対面なんですけど、エブリンは悲しむ素振りもなくですね、いきなりお金の話をしだしたっていうんですよ。もうこれ怪しいかクズかの二択ですよね。でしかも遺品の整理をしていたら、なんと彼女が結婚指輪を売った時のレシートが出てきたんですね。これはおかしいと思って再捜査をお願いしたところ、エブリンは実行犯の男にスティーブンの殺害を依頼したという証拠が出てきて、エブリンおよび実行犯の2名の逮捕につながりました。はい、といかがでしたでしょうか。一般人が解決した事件紹介したんですけど、こういった話を聞くとですね、まあ、なんかそういう事件解決してみたいななんて思いますけど、うまくいく確率よりも危険なことになる確率の方が絶対高いですから、犯人は警察にお任せすることをお勧めします。ちなみに皆さんの中で犯人が捕まえられた瞬間を見たとか、こういったものがきっかけで逮捕につながったとか、そういった経験あればですね、コメント欄お願いします。今日は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。